鼻ほじほじしてんのかと思ったけど、ただ葉巻吸っただけだから気持ちよさそう。葉巻はなんかちょっと吸ってみたいけど体にどうなんだろうね。ということで、こんにちは、ブルーホースでございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援をよろしくお願いしますというお願いをさせていただいたところから、前回は、森の砦でね、ハグリッドの魔法対決をなんとか制しましてですね、で、無事勝利を収めることができて、あれ、なんか壊したはずなんだけど、またなんかぶら下がってるね。で、今回は宝物を探す冒険にかけて、その宝物を取ることができたらハイゼンベルク工場でね、大暴れをしようかなというふうに思ってるんですが、完全に YCX があれだね、服にめり込んでね、なんですが、その前にちょっとこっちの方向かってって、ちょっと手に入ることはないんだけど、宝箱を守っている番人が果たして出てくるのかっていうところがね、から試していきたいなというふうに思います。これは、あ、いけるんだ、いけるんだ、いけるんだ。で、ここにね、そう、こいつがいるんですよ。お尻つつかれて、キャーイーンって。もう一匹は、あれ？もう一匹いなかったっけ？一匹だけだったっちゃうか。肉片になった。かわいそう。あ、そっか、いないのか。あ、なんや、めっちゃ割れてると思った。ただ単にスケスケの世界だった。相変わらず治ってない、この世界観。さあ、果たしてどうなるでしょう。出てくるかな。あ、出てこないね、やっぱり。あ、やっぱ宝物を手に入れようとすると、そんなことはさせねえだって、オラだけのベネビエントだっつって出てくるね、クラウディアさんね。小学校2年生か3年、3年の時だったかな。3年生の時にドイツ人の留学生がうちにホームステイ来てたことがあって、その時のドイツ人の女の子も16歳だったかな。この高校生だったと思うんですけど。だから、7校になるのか、の女の子がね、クラウディアっていうドイツ人の金髪の人だったね。やっぱね、当時思った。鼻すげえ高えと思ったよね。鼻すごく高いし、で、向こうの人たちって、その女性によってはさ、なんていうの？容姿とかはさ、なんて言ったらいいんだろうな。気にしない人たちが多いから、こう、ちょうどゴールデンウィークで九州に旅行に行くっていうのが毎年うちのしきたりだったんですけど、その時にね、当然、半袖だから、向こうなんかは、脇毛がすごかったよね。ふわって。全然気にしないんだ、みたいな。でも足の毛と腕の毛を剃ってる時に、なんかすごい、なんて言ったらいいだろう、脇の毛がブワッてなったりとかね、今思えばそっちもね、気にしたらいいのに、なんか、あれ、すごい勢いで、ごわんける。そう、ねえ、でも、この人たち、なんか脇の毛で、その、アート、なんか毛を結んだり開いたり叩き割ったりなんだりっていうのがあるらしいけど、叩き割るとか意味わかんないけどね。何を言ってんの俺は。はい、すいませんでした。なんかゴブレット手に入れたんで、あ、そうか、ゴブレット、あれ、お、あれ、もう一個どこで手に入れるんだったっけ。あ、忘れちゃった。そっか、てっきりあのやつが出てくるのかと思ってたけど、気のせいだったね。あ、そっか、もう一個は、あれか。ドミトリスクの、あ、ちじじじじ。鍵使わない、鍵使わない。あれ？クランクだね。ペイン。そら、もう一個は、あれだ、地下に眠ってるから。だから、その両方とも取ってしまいましょう。どっちから行こうか。とりあえず、ボートが向いてる方向から行こうか。今回は多分そんなに見どころがないと思います。って言っちゃったらブラウザバックボタン押されるな。最近トークテーマ考えるの難しいのよ。だからもう適当に実況とかね、こうやっていろいろ撮られてるんで、ほら、スケスケが好きだろう、みんな。スケてんのが好きだろう。まあ、スケるのはブラくらいにしてくれたらいいけどね。まあ、年取ってくるとさ、女の人のお尻とか見ちゃうけどね。年取ったからって関係ないか。別にお尻追いかけるけどね。でもなんかね、不思議と、なんだろうな、女子高生とかみたいな、その、いわゆる制服っていうのも、なんかこう、あからさまな、制服はいいけど、例えばユニバとかさ、
ディズニーランドみたいな、ああいうところであざとく着てる制服とかを見ると、逆に恥じらないというかさ、汚らわしく見えてしまうっていうのが、多分自分がおっさん化してるからなんだろうなっていうことをひしひしと感じるよね、マジで。うん、よし、じゃあ、これこっち、え、そっち飛んでいくのかよ。ちょっと待って、予想外の方向に飛んでびっくりしてます。よし、ペイ。お金いっぱいで。わあ、あ、来た。ようこそ、ようこそ、ここへ、燃えよう、もろあいか。あ、剣下ろしてくれるんだ。こっちに誘導して、おいでおいで、早くおいで。もうそんな遊べる時間ないんだからさ、おいでおいで、もっと熱くなれよ。さもないと、爆発させんぞ。あ、これ置いといた。これでそろそろお疲れ様でした。黄金の婦人、これでもドミちゃんじゃないんだよね。ドミちゃんではない。オッケー、これで何体倒したんだろうな。これ次出てくるんだったっけ。謎解き終わったら出てこない。あ、そっか、便利なシステム。まだまだパッパッとした。はい、じゃあ宝物1個目ゲットして、でもう1個宝物になるためのアイテムを手に入れてみましょうか。であとはいそいそとあのクリスがなんかちょっといやらしいことをしている世界のところに行こう。クランク、ぐるぐるぐる、クランク、何にもかかってないよ。よいしょ。腕と背筋がいるんだよね、こういう回し方するやつってね。ここ豚ちゃんいたっけ。お邪魔しまーす。そう、ここあの前回ここに初めて来た時無視してたからね。豚ちゃんはいないのか。ここのアイテム全部取り切って、いなさげだね。いないね。トイレ、あ、そうだ、トイレ全部開けてんのかな。なんか2つくらい開けれてねえみたいなトイレがあったんだけどな。ガンパウダー、結局全部開けてないんだよな、トイレ。あ、違う、これはこっちか。ほい、クランク、ちゃう。だからな、めっちゃドミトレスク好きやん。どんだけドミトレスクなんか。え、あれ、ちょっと待って、あれ今何選んだ。あ、クランク選んじゃったのか。違う、井戸のハンドで、シュル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 。そして下から出てきたのは白い服を着た長い黒い髪のお嬢さんだったりするんだよね。見て、あ、机の足に足を引っ掛けたら滑って落ちて、かかと思いっきりガスッと痛い。よし、じゃあくるっと振り返って、でここで登る。じゃあこっち登って、この辺の段差だったら登れるかもしれないかな。登り方がライカンみたいだな。で、ちゃう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 。そっち登るんかい。もうなんか操作がむちゃくちゃ。操作がむちゃくちゃで言うと、登って、登る。もうこれで終わりなんだよな。操作がむちゃくちゃで言うとさ、なんか結構あれらしいっすね。あのポケモンのバイオレット、スカーレット、なんかバグが多いらしいっすね。めっちゃ慎重に押すやん。もっと大胆に、もっと腰に力を入れて。そうそう、下半身から動かすんですよ。そう。なんかあの、見たのがさ、なんか、チンギグだよ。なんか、ディグダをさ、チン穴動かしたみたいなやつがさ、あのトレーナーの股間から生えてくるみたいな動画とか見かけたけどな。まだあの、幸いにもあの、プレイしてて、あの、バグったところを見たことがないんで、あの、これからどんなバグが出てくるのかなって結構楽しみだったりするんですけど、うん。おねんねしてる。枕使えよ。で、これで時間が経っちゃうと、下にダーン。空き瓶こんなとこにあったのか。あれ、ちょっと待って、まだあるな。ん？でもなんかこれ怖いよね。もう一回行ったら潰されるとか、なんかそういうのがありそう。もういっか。弾装填してからにしようよ。で、これと、ビジョンプランター、オッケー、ドミトリスク、組み重ね。
ドミトレスクの首飾りだから夫人って書いてないから、まあ、果たしてね、あのもしかしたらドミトレスク家の首飾り代々受け継ぐ、あ、サラザール家の王冠みたいな、そんな感じなのかもしれないよね。よし、じゃあ貯金、じゃあここで両積みなのでもう一つの方に行きましょう。ボートに乗る。エンジンかける前からエンジンついてる。誰かか。ブルンブルン。アクセル式みたいになってるけど。こういうボートってどうなのかな。高知県の仁淀川って言って、まあ、あの日本で一番の清流って呼ばれてるね。まあ、3メートルくらい深いところの、あの深いところもあっても、底が見えてお魚さんが泳いでるのとか見えるくらいすごい綺麗なね、あの川があるんですけど、あれちょっと行けない。あ、ここくぐるのか。てっきりくぐるところがいけないのかな。何か見えない壁に阻まれたのか。まあまあ、そんなのはいいんだけど。そう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 。そこで2回くらいカヌーをしたことがあるんですけど、カヌーも、その1人乗りとか2人乗りとか、あるいは1人乗りでも、その幅が大きいか狭いかで、まあ、広いか狭いかか。で、結構ね、その、バランスを取るのが結構難しくって、で、1回、その、1回じゃない、2回くらいか。めっちゃ襲ってこようとしたな、こいつ。生意気な。あ、違う違う違う、あれ？あ、違う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 、何してんの、何してんの。幻。なんか、まあ、本当になんかわけわかんないことしたね。そう。まあ、2回くらい、ちょっと流れが急なところとか、激しめなところで、転覆して、もうそのまま、本当にボートごとひっくり返ったんすよ。で、まあその時は何ともなかったんだけど、まあちょっと岩底にね足をぶつけて若干まあ打撲的なことになっちゃったりとかしたんですけど、でもね、ハエテキチのオミトレスクか、オミトレスクってなんだ、ここで何してたのかね、お金を使ったんだ。よいしょ。クーエンジンだとすればミランダの求めるデータ等はないしょ。そう。だから、何の話したんだってね。そう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 。で、その時に、後から繰り返ってみて思ったのは、あ、死ぬってこんな感じなのかなって思った。うん。その瞬間思わなかったけど、あれ？もう諦めたのか。そう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 。なんか死ぬ時ってなんか唐突に訪れるものなのかなって思ったよね。うん。なんか、自分でも思ってみなかったところで急に事故に遭って死んで、気づいたらもうね、自分の意識がないから、あ、だから死ぬことにすら気づかないまま、ね、終わって、周りが悲しんでいるみたいなね。持ち方はやばいだろ、これ。完全にテロリストやん。ふら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 みたいな。思ったんだよね。だからね、皆さんね、本当に日常生活でいつね、自分がもう二度とこう意識を取り戻さないことに陥るかもしれないっていうことをね、まあ、こう喋ってる時点で僕意識あるから、お前そういうことに陥ったことないやろってね、全然説得力がないかもしれないけど、でも後から振り返ればね、本当にその船の事故、まあ、なんだっけ、カヌーで転覆して死ぬっていうこととかも十分にあり得る話だったから、全然あれよ。緩やかなあれだから、緩やかな川だから、全然その別になんて言ったらいいんだろう、なんか死ぬとか普通に考えたらありえないんだけど、まあ浅瀬でひっくり返って岩に頭ぶつけてとか、そのまま体が引きずられた状態で行っちゃうとかっていうのがあれば、まあ、十分に死ぬことなんていうのはね、考えられるようなことだったからね。あんま災難で戦うところになるんだよな、なんかあんまりそんなイメージ湧かないけどね。うん。周りをこう見たら、金庫に囲まれてて、実はね、あったとか、そんなのがありえるのかもしれないけどね。よし、じゃあ調べましょう。で、これを聖杯に。あ、ちょっと、こんなでっかいの、ここに仕込んでたんだろうな。多分、フードの中にも仕込んでたんだろうね。うん。じゃあ、映えます。
から。事故とかもさ、普通に考えたらさ、自分がそんな目に遭うわけないじゃんつってさ、高く食ってさ、運転してる人とかさ、いるじゃん。僕もね、一回ね、目の前で、単身事故が起こったことがあったんですよ。キャンピングカーで、それこそ大学1回生かな。で、免許取って1年半くらいが経ったくらいの時期に、キャンピングカーで高速道路家族で走ってた時に、まあ、僕が運転してて、目の前で3車線走ってたんだけど、3車線の真ん中走ってた時に、前の車が、急になんか右往左往しだして、で、そのまま左側のガードレールに突っ込んでバウンドして真ん中のところに戻ってきてってね、もう急ブレーキかけて、もう当てて右の方にずれて、スーって抜けてったけど、まあ運転手さんの顔がチラって見えたんだけど、本当に何が起こったかなんかさっぱりわかんないみたいな顔してたんで、まあ花粉の季節だったから、おそらく花粉症の薬を飲んで、だからあれよ、インパルスの包み下みたいなもんよ。薬飲んで眠気が襲っているタイミングで、絶対運転しちゃいけないのに運転した結果事故るっていうね。うん。まあ、目パチクリしてて、まあおそらく怪我とかももしかしたら知ったかもしれないけど、まあ死なずに済んだっていうね、まあそれが、まあ、唯一の救いなんじゃないかみたいな、そんな感じで、ね、はい。ということでね、なんかごちゃごちゃ抑えてるね、フランケンシュタインだかハイゼンベルクだかよくわかんない人がいるんですけど、まあとりあえずね、ここまで来れたんで、まあ、宝探しの冒険も終わりましたから、これさ、やったことないんだけど戻れたりすんのかな。これ乗ったらまた上に戻っちゃうとかそういうのある？なさそうだね。なさそうですね。はい。じゃあ、次回から工場に乗り組んでいこうというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して応援よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。